はい、皆さんこんにちは、えー、東京大学ビッグバンン宇宙国際研究センター研究究セター員の豊内です、えー、この発表は事前に収録した発表ということで、えー、どうしても一方通行の発表になってしまうので、えー、その点に関してはすごく残念なんですが、えー、この動画がですね、えー、皆さんが進路を決める上で少しでも参考になれば幸いです、はい、ではよろしくお願いします、えっと、この発表はですね 宇宙最大の謎モンスターブラックホールの誕生に迫るというタイトルで発表していきたいと思います。でモンスターブラックホールというのは、まあ、後で定義については紹介したいと思いますけれども、まあ、あの極めて重たいブラックホールのことを言っていまして、えーまあ、単一の天体としてはですね宇宙で最も重たい天体というふうに言ってもいいと思います。でその質量のせいでですね ほ、えーまあ、他の天体では絶対に起きないような、えー、高エネルギーの天体現象を起こすことができるという意味で、えー、天文学的に、えー、非常に、えー、魅力のある、えー、天体になっていると思います。でこのようなですねモンスターブラックホールがいつどのように生まれてきたかっていうのを明らかにするのは、まあ、現代天文学における あの重要な問題の一つでして、えー、この辺りを、えー、この発表ではですね、できるだけ分かりやすく紹介していただきいけたらなと思っております。ではまずですね、えー、ブラックホールとは何かというところから話を始めたいと思うんですけれども、天文学的にはですね、ブラックホールというのは重力が強すぎて光すら脱出できない天体ということになります。まあ、天体 まあ皆さん、どのようなイメージを持っているかわからないんですけれども、まあ、天体なんですね。えっと、太陽だったり、まあ、例えば、まあ、ベテルギウスだったりっていう、まあ質量、ある質量を持った天体ということができると思います。ただ、普通の星とはですね、えー、大きく違うのは、まあ、重力が非常に強くて、まあ、非常にコンパクトな天体というところです。でもう少しですね詳しく性質について、えー、しゃべっていきたいんですけれども。 まああの正確な性質についてはですね一般相対性理論を学んで理解する必要があると思うんですが、大まかな性質に関してはですね十分ニュートン力学の範囲で理解することができます。ここで考えたいのはですね脱出速度ですね。脱出速度というのは皆さん、高校生の方は習っているかと思いますけれども、ある天体の表面からですねロケットを垂直方向に発射したときに、ロケットが ま重力を振り切って無限まで到達できるか、あるいはこう落っこちてくるかっていうのを、まあ境を決めるようなあ。ベロシティになっています。脱出速度はですね。まあ、位置エネルギーと運動エネルギーの比較からまあ、簡単に導出することができると思うんですけれども、まあ、ここでブラックホールというのはですね。まあ、光すら脱出できない天体ということだったので、この脱出速度がえ高速を超えるような天体と定義することができると思います。 でこの場合は、ですね、えー、ある質量も M を持ったブラックホールの半径に対する制限というのはです、ねまあ、このように書き換えることができまして、まあ、半径がですね、この RS という半径に、えー、よりも小さくなる場合には、まあ、重力が非常に強くて、えー、光すら出てこれないブラックホールになると言えると思います。 でこの RS というのがですね、ブラックホールのまあ典型的なサイズを決定する空間スケールになってまして、初めてブラックホールの解を実証した方の名前を取って、ですね、シュバルチシルト半径と呼ばれています。でこのシュバルチシルト半径がですね、まあ、具体的にはどのくらいのスケールのことを指すのかというと、ですね、例えばもし太陽,です、ね、太陽が質量そのままの状態でブ,ロックブラックホールになると思うと、 半径はですね、たったの三キロメートルになります。現在の太陽の半径がですね、おおよそ百万キロメートルぐらい。ですので、まあ、数十万分の一くらいまで、まあ、質量そのままでこう半径を縮めることができれば、まあ、ブラックホールになれるというわけですね。まあ、このことからもですね、えー。いかにブラックホールがコンパクトで、非常に重力の強い天体か、ということが分かっていただけるかと思います。 ではこのようなですねコンパクトの天、コンパクトの天体がどのように形成したかですが、これはですね、大質量性、つまりは太陽の数十倍くらい重い星がですね、その生涯の最後に残す天体がブラックホールと言えると思います。 で星はですね、えー、基本的にその重力で縮もうとするんですけれども、その中心部のコアで、えー、水素をです、ね、核融合反応で、えー、燃やすことによって、えー、燃やしてですねエネルギーを作り出すことによって、その重力に負けないようにですね安定して維持することができます。しかし、ですね、えー、ある程度時間が経ってきて、中心部の水素を使い切ってですね、 十分にその核融合を起こすことができなくなると、まあ、エネルギーの生成が止まってその自分自身の重力に負けてですねコアがこう自分の重力によって収縮してしまうということが起きます。で、えー、非常に重たい星に関してはですねこのコアの収縮がまあ暴走的に起こってしまいまして際限、まあ、なくコアが潰れて縛る、えー、シ,シュート半径よりも小さくなってしまうことによって最終的にブラックホールが残ると考えられています。 この時にできるですね、ブラックホールの典型的な質量というのは、えー、おおよそ、えー、数対応質量、えー、すなわち、まあ、体量の数倍程度の、えー、質量を持ったブラックホールが、えー、最後に残るというふうに考えられていまして、まあ、これがですね、まあ、普通のブラックホールの形成の仕方ということになりますね。 はいではですね、えー、このトークのですね、まあ、主役であるモンスターブラックホールについてお話ししていきたいと思います。でモンスターブラックホールというのはですね、あの、まあ、この業界では超巨大ブラックホールとも呼ばれるので、えー、スライドのスペースの関係でですね、まあ、超巨大ブラックホールと書いたりすることもあるんですが、まあ、同じものを指しているので、えー、その辺りをですね、まあ、ご了承ください。でですね、えっと、 一応この模式図は、まあ、銀河をあの表しているつもりなんですけれども、えー、銀河というのはです、ねまあ、無数の星から、えー、構成されているシステムになっています。でですねえー、星の一部はもともと大質量星で、まあ、それが生涯を終えると、まあ、先ほどの言ったようなプロセスを経て、まあ、ブラックボールになって、えー、存在していると考えられています。 で例えば天の川銀河ではですねトータルで1000億個程度星があると考えられているんですけどもそのうち1000分の1程度はまあブラックホールとして存在していて、えー、まあ非常に無数のですねブラックホールがまあ銀河内にこう飛び交っているというふうに考えられていますまたブラックホールという性質上ですね、まあ、なかなか自分では光ってくれないのでそのほとんどがですね 観測されていないですし、多分今後も観測されることはないんですけれども、まあ、潜在的にはですね数億個程度のブラックホールが存在しているというわけですね。で,、えー、では、ですねこの銀河の中心には何があるかというと、ここにはですね実は、えー、非常に重たい、えー、モンスターブラックホールが存在していると考えられています。まあ、これは観測的に、えー、示唆されています。 でその質量はですね、まあ、銀河ごとによって変わるんですけれどもえ、小さいもので100万太陽質量、大きいものでは100億太陽質量。まあ、非常にえ、まあ、普通のね、ブラックホールと比較すると、まあ、どれだけクレイジーな存在かっていうのが分かっていただけると思うんですけれども、まあ、非常に重たいブラックホールが、まあ、銀河の中心に存在しているということが分かっています。でこのモンスターブラックホールはですね、えー、実はあ,のあらゆる銀河に普遍的に存在していると。 いうことが分かっていまして、まあ、基本的に一つの銀河にはその中心部に一つずつ、えー、モンスターブラックホールが存在しているということが、えー、観測的に分かっています。で、まあ基本的にと言ったのはですね、まあ、非常にレアなケースで、えー、まあ一つの銀河に2つ以上超、えー、巨大ブラックホールが存在している場合があるんですが、まあ、それは非常にレアなケースなので、まあ、基本的には一つの銀河に一つ、えー、普遍的に存在しているということが分かっています。 でこのようなですね、まあ、普遍的な存在がいかに生まれたのかっていうのを、あみ,なみんなですね、あの天文学者は知りたいと思っているわけです。で、まあ、このようなあの超巨大ブラックホールがですね、えっと、どのようにあの観,測してき観測されてきたのかっていうことを少しお話ししたいんですけども、まず最初にですね、その存在が実証されたのは、我々あの人類が住んでいるですね、天の川銀河の中心部です。 これはですね、まあ、天の川銀河中心領域のですね星の軌道を示していまして、この一つ一つの楕円軌道が一個一個の星の軌道になっています。で、これをよく見るとですね、なんかこの一個一個の楕円軌道、この辺りを中心になんかフォーカスしているような気がしてきますよね。で、これ、これあの太陽系の惑星もそうなんですけども、太陽系の惑星も太陽を中心にこう楕円軌道をあの作っているわけなんですが、 これも同じで、ですね、このような大円軌道を作っていくためには、この中心部にですね、非常にコンパクトな質量源が存在する必要があるということが言えると思います。でこの謎のコンパクト天体はです、ね、この構成軌道を説明するためには、実に質量が約400万太陽質量であってで、サイズはですね、100au、au はあれです、ね、天文単位ですね。 100AU 以下でなくてはいけないということが示唆されていまして、まあ、このようなあの狭い領域にこれだけ膨大な質量を詰め込んでいる、まあ、そういう天体はあるとしたらブラックホールでしかありえないでしょうということで、えー、まあこの観測をもってです、ね、初めてまあ超巨大ブラックホールの存在が実証されたということになっています。まあ、こ,のかでこの観測はです、ねえーっとまあ、今後の超巨大ブラックホールの観測。 礎を築いたということで、2020年にはノーベル物理学賞も授与されました。あともう一つですね、最近のこのモンスターブラックホールに関連する重要なトピックとして、皆さんも記憶に新しいかと思いますが、2017年、ですねイベント・ファイズン・テレスコープによって、史上初のブラックホールの直接撮像が成功されました。 でこれまではですね、まあ、ある意味こう状況証拠を並べた上で、まで、あ、そこには超巨大ブラックホールが存在するんでしょうとな思っていたわけなんですが実際に本当にそこに、えー、重たいブラックホールが存在するかっていうのを目で見て確認した人はいなかったわけですね。 ししかしですね、まあ、イベントホライズン・テレスコープっていうのは、えー、これまでにないほどあの高解像度の観測を行って、まあ、M87 という銀河の中心を見ることによってですね、そこに実際にこの,あの超距大ブラックホールが作る影を捉えることに成功したわけです。 でこうぼんやり光っているのはですねあのブラックホールは非常に重力が強いので光をこう集めてですね、まあ、レンズのような役割をすることもできるわけですね。なのでこうやってぼんやり光っているわけなんですけども、まあ、ブラックホールが存在するご本尊の部分はもう重力が強すぎて、まあ、光が出てこれないので、まあ、ここだけ暗く影のように見える。 でこれがですね、まあ、初めて、えー、ブラックホールの影を捉えた瞬間ということになっていて、えーまあ、やはり一般相対論の予言というのは正しかったというわけで、まあ、天文学だけじゃなくてね、えーまあ、物理学的にも非常に重要な成果だったと思います。はいはい、ということでですね、まあ、前置きは終わりまして、えー、いよいよです、ねえー、この発表の本題である このモンスターブラックホールというのがどのようにして生まれたかっていうところに話を進めていきたいと思います。で先ほども言ったようにですね、一般的なブラックホールはたかだか質量で言うと数対応質量程度です。で一方で、このモンスターブラックホールはですね、えー、っと小さいものでも100万対応質量ぐらいを持っています。 でこのギャップをですね、どのように埋めるかということなんですけども、まあ、基本的にはですね、えっと、ブラックホールは非常に重力が強いので、まあ、周囲の物質を取り込んでですね、えー、それを自分の質量に変えてどん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 成長していくということが考えられています。 で特にですね、そのガスというのはブラックホールに吸い込まれやすいという性質がありまして、まあ、ブラックホールは基本的に周囲のガスをどんどん吸い込んでいくことによって、まあ、長い年月をかけて、まあ、この超巨大ブラックホールへと成長していったのではないかと、まあ、みんな考えています。 ちなみにこのですね、ブラックホールが周囲のガスを吸い込む過程のことをガス膠着過程、えー、ガスの膠着と呼んだりするので、まあ、今後もこの発表のあ後でですね、えー、たくさんこのガス膠着という言葉が出てくるので、まあ、少し頭に入れておいていただけたらと思います。で実際にですね、えー、まあ、超巨大ブラックホールへのガス膠着過程というのは、活動銀河核という天体現象として、 まあ一般的によく観測されています。でブラックホールにです、ね、ガスが落ちてくるときは、まあ、基本的にあの相対的な運動を持ってガスは落ちてくるので、まずはです、ね、ブラックホールの周りをくるくるガスが回り始めて、こういうい円盤状のです、ね、構造を作るんですねで。この円盤の中ではガスが激しくこすれ合っていて、 それによってですね、ガスの摩擦熱によって、その力学,的力学的エネルギーがですね、ガスがもともと持っていたエネルギーが、ガスの熱エネルギーに変換されるということが起きます。これによって、エネルギーを失ったガスが、中心のブラックホールにこ着して、で、ブラックホールを質量的に成長させるということが起きるわけです。で、このとき変換された熱エネルギーはですね、さらにガスの熱放射という形で、 あの輻射エネルギー要するに光として、えー、周囲に解、えー、放されることになりますで。このようにですね、なんかある、えー、物質がブラックホールに到着すると、もともと持っていた力学的エネルギーを最終的には光エネルギーに変換して、えー、放射するということが、えー、分かっています。で、この時にですね解、えー、放される光のエネルギーというのは非常に膨大で、 場合によってはですね銀河全体の明るさをしの,ぐほどしのぐほどのエネルギーが光として解放されるということが分かっています。ということで活動銀化学というのは非常に明るい天体現象の一つでして宇宙最大の高エネルギー天体現象といっても過言ではないほどだと思います。 このようにです、ねまあ、活動銀河学というのは、えーまあ、非常にたくさんの銀河の,あの中心部で、えー、不変電に観測されているものであって、えーまあ、まさにですね長距離ブラックホールがガスを吸い込んで、えー、どんどん成長しているところを見ているというふうに考えられています。はいでですね、活動銀河学というのはあの非常に明るいですので、えーまあ、例えば 非常に遠くにですね活動銀河学が存在していても我々は観測できるわけですね。で天文学的にはですね、まあ、光の速度はあの有限ですので、まあ、光は有限の速度を伝播するので、えー、より遠くの天体を観測するということはですねすなわちですね、まあ、より過去の姿をあの観測するということに相当します。でえー、活動銀河学より 遠くの活動、銀価格をあの観測するっていうことはですね。その宇宙において、超巨大ブラックホールがいつ頃現れてきたのかっていうところに制限をかけることに相当しています。で、なので、まあ,あのここ10年の間にですね。遠方の活動、銀価格をあの見つけるということが非常に活発に行われていまして、まあ、これまでたくさんの遠方の活動、銀河が見つかっています。 でえー、これはですね、えー、今まで見つかった中で最も遠くに、えー、見つかった活動銀河核の天体になっていまして、えー、なっていますで実際にですねそのある活動銀河,核銀河核を観測してそれがどのくらい遠くにいるかっていうのを、あのー、定量化するためにはです、ね、その波長が、えー、どのくらい、あのー、赤くなっているかっていうのを調べます。 で宇宙はですね、あのー、宇宙、今現在膨張していますので、えー、より遠くにある天体であればあるほどですね、我々から見て、えー、より早くあの遠ざかっているように見えますで。早く遠ざかっている天体から出てくる光っていうのはですね、観測したときにはドップラー効果の影響で赤くなっていますので、 結果的に観測された光が元の光と比べてどれくらい赤くなっているかっていうのを観測することによってどれくらい遠くの天体から届いてきた光なのかっていうことがわかるわけです。でこの活動銀河株に関してはですねその光をそれぞれの波長ごとに分解す 分化してでそれぞれの波長ごとの明るさを詳細に調べるっていう観測が行われていまして、まあ、こういうのをスペクトルっていうんですけれども、まあ、この詳細なスペクトルの観測からどれくらい赤くなっているのかあるいは、えー、どれくらい赤くなっていてどれくらいの,あの離れた天体なのかさらにはですねあの理論モデルを使って、えー、このスペクトルを調べることによってそのどのくらいの重さの ブラックホールから放たれた光なんかということも調べることに成功していまして、結果的にですねこの天体というのは宇宙ができてからたったの7億年で20億太陽質量の超巨大ブラックホールが活動銀化核として光ったことで観測された天体であるということが分かっています。たったの7億年というとですね えー、現在の宇宙がざっと137億年ぐらいの年齢になっていますので、えー、まだ10分の1も経っていない時間で、えー、ということで、非常に初期の天体ということになります。で一方で、ですね、えー、これだけ重たいブラックホールというのは、現在の宇宙でもなかなか見つからないぐ、えー、らい重たいブラックホールになりますので、えー、これだけ初期にですね、えー、これだけ重たいブラックホールがいるということで、まあ、どれだけ早く。 このブラックホールがま急速に成長してきたのかっていうところの制限を与える観測になっています。でこのような天体はですねこれ一つではなくてここ10年の間ですねたくさん観測されていましてこのま宇宙ができてからですねまだ10億年も満たないうちにですねたくさんの超巨大ブラックホールが観測されています。 これらを説明するためにですね非常に早く超巨大ブラックホールをつ作る必要があるんですけどもこんなに早くですねこんなに急速にですねブラックホールを成長させることができるのかっていうのは、えー、理論的に大きな問題になっていますで結論から言うとまだあの明確な答えは得られていないんですけれども、まあ、か数多くのですね理論的な研究が活発に行われていますので、えー、このあと数 スライド数枚ではですね、最新の理論的な研究について少しご紹介させていただけたらなと思います。はい、でまずですね、えー、基本的に、えー、ブラックホールを質量的に成長させるには、まあ、ガスをこ着させることが重要であると言ったんですけども、実はですね、ブラックホールに安定して、えー、効率的にガスを落とすというのは意外に難しいんですね。というのも、まあ、活動銀河核の時に、 んですけれどもガスがブラックホールに落ちるとそれに応じてこう膨大な光がブラックホールの近傍から放たれるわけですでそうするともともと後から落ちてくるはずだったガスがですね、まあ、中心の近くから出てくるこの、まあ、ハイエナジーのことによって炙られることによって急激に温められて 圧力が急激に上がることで、まあ、蒸発してしまって、えー、そのブラックホールの重力圏からですねどんどん抜け出てしまうというような現象が起きるわけです。まあ、これによってですねその高い膠着率っていうのは、えー、長時間維持することが難しいわけですね。なので、えー、ブラックホールにたくさんガスを落ことしたいんだけど、えー、たくさん落っことすと、まあ、光の影響で 膠、えーまあ、着率が下がってしまうというです、ねまあ、一種のジレンマを抱えているわけです。なので、えー、理論的にです、ねえー、この光の影響というのをなんとかかいくって安定的にブラックオリンガスを落としたいというのが、えーまあ、我々の方針なわけですね。で、えーまあ、活発にです、ね、近年かかのシミュレーション、理論研究が行われていまして、 で少しずつです、ね、状況が好、まあ、転しつつあるというのが、まあ、現在の状況です。でというのもです、ね、最近はです、ねえっと、ブラックホールへのガス到着過程というのを、まあ、詳細な3次元的なシミュレーションによって調べることができるようになってきました。で先ほども言ったようにです、ねえー、ガスがブラックホールに到着するというときには、まあ、一様にまんべんなくこう落ちてくるというわけではないんですね。 まずはそのガスは円盤状にブラックホールの周りに分布して、でその円盤を通ってブラックホールに到着していくわけです。でこの時にですね円盤面付近にはガスが非常にこう密度の高い状態で存在しているんですけども、上空の部分にはほとんどガスが存在しないというような状況ができます。でこの時にですね光というのはそのガスの密度が濃いところ。 はなかなかうまく伝播していかないんだけれども、その密の薄いところにはですね、どんどん優先的に光が抜けていくという性質があります。えー、そこのこの性質によってですね、その円盤の上空部分には強い光が当たって、えー、加熱されて暖かいガスが広がるんですけれども、円盤の近くの部分はですね、ほとんど光の影響なく、まあ、冷たいガスがそのままの状態でまあ、ブラックホールに到着できるというような映像が、まあ、少しずつ分かってきました。 でこのようなですね、まあ、安定したガス光着がもし長時間つ続くのであればですね、まあ、数億年程度のタイムスケールで、まあ、超巨大ブラックホールは形成可能で、まあ、初期宇宙に見つかっているような、えー、非常にマッシブなブラックホールというのも、えー、説明できるかもしれません。ただですね、えー、このシミュレーションまだ、あのー、ある時刻を断片的にこう細かくあの調べただけになっていまして、えー、これが本当にですね、えー スーパーマシー、超巨大ブラックホールの形成につながるかどうかっていうところは、まあ、今後、より長時間の計算を使って調べていく必要があるというところが、まあ、大きな課題になっています。あともう一つですね、えー、重要なシナリオについてお話ししたいんですけれども、えー、基本的にですね、まあ、ブラックホールになかなかガスを落とせないのであれば、 もともと最初からですね、重いブラックホールを作ってしまえばいいんじゃないかというアイディアがあります、まあこれ。これであればですね、も、えー、ともと、まあ、最初から重いブラックホールであれば、あまりガス光着をさせなくとも超巨、まあ、大ブラックホールを作ることができるというわけですね。で、実はですね、 まあ星を作るには、まずガスが自分の重力で集まってきてで、さらにそのガスの圧力を上回って重力的に収縮させる必要があるんですけれども、実はですね、初期宇宙というのは、まだあの元素が水素とかヘリウムしかなくて、えー、炭素や酸素といったですね複雑なあの元素はまだ存在していないんですね。実はガス,ガスを冷やすには、酸素であったり炭素であったりっていう重元素、重い元素がですね、 え非常に重要な役割を果たしますなのでそういうあの重元素がない食物中というのはガスが冷えにくくて重い星を作るのに適した環境になっているわけです。ガスが冷える場合はです、ねえー、ガスの圧力を小さくすることができるので星を作るのも重力が弱くていいわけです。なのでまあ軽い星がたくさんできる。 一方でガスが冷えにくい初期宇宙のような状況であれば圧力が大きいのでその分星を作るには大きな重力を持った星を作る必要がありますのでまあその分重い星ができるということが考えられています。 で実際にですね、そういう初期宇宙における星形成のシミュレーションっていうのは、現在活発に行われています。で、このシミュレーション結果はですね、東京大学のグループが主導して行われた研究になっていまして、えー、スーパーコンピューターを使って初期宇宙における星形成を調べています。 でここではですね、まあえー、初期宇宙の、まあ、宇宙のですねあの一部分をこう切り出してきてそこを詳細なシミュレーションで、えー、詳しくあの計算することで、えー、どこにどれくらいの質量の星ができるかというのを調べた、えー、計算になっています。で最終的にはですねある一部分の領域で非常に重たい星ができるということが分かりまして質量はですね実に約3万対応質量ぐらいの星ができるということが分かりました。 現在の宇宙ではですね、まあ、たかだか100対応するぐらいの星ができるかどうかですので、その100倍以上の星がですねできたということで、まあ、非常に重要な研究成果なわけです。で、これぐらい重い星はですね、おそらくそれに相当するぐらい、数万対応するぐらいのブラックホールを最終的に残すと理論的に考えられていまして、えー、まあこれだけ重い星を作ることができれば、まあ、非常にあの超巨大ブラックホールを作るのにもまあ有利に働くというふうに考えられています。 ただあのこの計算もです、ねまあ、非常に素晴らしい計算なんですけど、まあ、星ができてでそこから、えー、実際に超巨大ブラックホールまで成長できますかという長時間の進化を追っていないわけですね。なので、えー、今後はより長い時間をかけて、えー、本当に、えー、そのモンスターブラックホールの成長形成につな、ね、がるかどうかというのを、えー、正確にあの詳細に調べていく必要があると思います。 ちなみに、ですね、この研究成果はあの、東京大学のグループが主導したということもあって、ですね、論文に出版する際に記者会見を行って発表しましたんですが、その記事がですね、東京大学の理学部のホームページに残っていますので、もし興味がある方は、ぜひ読んでいただければと思います。はい、では、最後にこの発表のですね、まとめを行いたいと思います。 まずですね、えーっと、銀河の中心部には、まあ、普遍的にですね、一、まあ、つの銀河には必ず一つ、100万から100億対応質量程度のモンスターブラックホール、超巨大ブラックホールが存在するということが理論、観測的に明らかになっています。さらにですね、このような超巨大ブラックホールは、 周囲のガスを吸い込んで成長していて、その際に膨大なエネルギーを光として解放していると考えられていまして、それが活動銀河核という天体現象として広く観測されています。で、えー、非常に明るい活動銀河核を非常に遠方まで観測するということが近年盛んに行われていまして、 こういう長ブラックホールはですね宇宙ができてからわずか7億年後にはすでに存在しているということが観測的に明らかになっています。で今後、ですねより昔に生まれた超巨大ブラックホールが見つかる可能性もあってですね、まあ、観測的にもまだまだ発展性のある分野になっているかなと思います。 でさらにですね、まあ、このような初期宇宙における、えー、非常に急速な、えー、超巨大ブラックホール形成を説明するために、さまざまな理論研究が盛んに行われています。で、メインのアイデアとしては、まあ、いかに早くガスをブラックホールに落とせるか、あるいは、えーまあ、ガスを早く落とせないにしても、初めに重いブラックホールを作ることができるか、この2つの路線で、えー、活発に議論されている最中です。 両方のシナリオにおいてもです、ねえー、今後、より深く調べていく必要がありまして、まあ、理論的にもです、ねえーまあ、非常に発展性のある分野になっているかなと思います。はい、最後、あの駆け足になってしまいましたけれども、えー、ぜひですね、あのまあ、今後10年、20年、えー、どんどん発展していく分野だとも思いますので、えー、高校生の方で,です、ね、興味を持ってくださる方がいたら、非常に幸いです。 はい、では、えー、長い時間、あのー、ありがとうございました、えーっと。発表は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました